山田裕貴、西野七瀬と嬉し泣き、結婚発表への温かい反響に感謝、こんなにも受け入れて。4月1日深夜放送の日本放送、山田裕貴のオールナイト日本にて、山田裕貴が、西野七瀬との結婚を発表したことを受け、その反響や報告前の心境を語った。ラジオ内で、3月31日に西野との結婚を発表したことを改めて報告した山田、やったぞ。結婚したぞ俺は、父ちゃん、母ちゃん、妹、結婚したよと喜びを爆発させた。そして、お相手の仕事もあって、例えばこれを、おめでとう、って祝福たくさんしてくれる人もいれば、中には、ちょっと結婚したの悲しい、って思う方もいらっしゃると思うので。だからこういう発表の時とかってものすごく緊張するというか、受け入れてもらえるのだろうか、とか、すごくお互い多分いろいろ思ったことがあると思うんです。僕自身もそうだし、とコメント。その上で、想像の運万倍祝福の声が多くて、本当に嬉しくて、こんなにも受け入れてもらえるんだ、とか、こういう風に世界に存在していいんだ、みたいなことをすごく思いました。嬉しさのあまり、家で二人で泣きました。本当に本当にありがとうございます、と感謝を伝えた。さらに、もちろんすべてのそういったことは話し合ってはいるんですけども、お互い本当に心配だったな、っていうのは多かったので、特にお相手は乃木坂46というグループを卒業し、アイドルという職業をやっていたので、どういう風に受け入れてもらえるかみたいなのを気にしてたと思うので、よかったなと思っております。本当に本当に二人で泣きました、と改めて語っていた。